きなしに出てる。ちょっと丸めながら、あ、そうですね。はい。まあ普通のベッドで股関節が支点になるのを、溝落ちぐらいから支点にして、はい。にしてあげていくよ。結構50度ですか？いや、持てないんですよ。あ、もうなんか、もうちょっと委ねる感じになるので、立ち上がりがもうできなくなっちゃう。なるほど。こう丸めていって、はい。これがなんか、腰の部分に切り替わるとこまで行くと、はい。危ないかなっていうので、さすがこれぐらい。そういうことですね。横川さんは背面全部入るイメージだと思う。そうスタート、はい。これやると僕は怖いやつ。確かに。だから僕は横川式のデッドリフトのことをデッドデッドって言うの。これのフルが多分横足ですね。なんかイメージは丸めていくんですけど、はい、上から行き過ぎると重りを釣ってるところが上部に変わっちゃうんで、はい、そうなんかあくまで溝落ちぐらいからのイメージで、あー、スキーが出ないようなイメージやってる。避難さんが140ったら多分110から20度ちゃんとこの高さでも100で結構痛かったと思います。はい、杉沼くんがやってるんですか？はい、僕も取り入れてみたって。なるほど。杉沼くんストレートパワーで僕より弱いんです。
これはきついっすね。きついっす。きつい。すべてでもないし、普通のだって床引きの出て140だともうちょいいけるじゃないですか。逆にいけます。逆にいけますもんね。奥が深い。見るだけだと伝わんないと思うんですけど、100キロハーフで9回で潰れてるわって思う人もいると思うんですけど、そうではない。そう、めちゃくちゃきつい。きついです。10回目指して分かんなかったです。今120、10はいけるだろうか。急に急に限界に、はい、ギリギリなので、今日はこれで、そうですね、考えたんで、どこから予約するか、まずは一応公式 LINE、 あ、公式 LINE で、あ、じゃあ公式 LINE で、はい、貼ってありますので、YouTube も、はい、まあ、たまに、YouTube もたまに、なんかアフレコで動画トレーニングしてるのを一応解説してるんで、はい、もうでも本当にためになる、この種目とか、ここまできつかったな。またあの一番踏んでいきましょう。はい、また違う部位を、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。